よいしょ。やっていきますか。やっていきますか、皆さん。お花ちゃん配信せえへんの。つけたばっかしでつつやくか。まあ喉飴舐めてんすよね。喉すぐ痛くなるってね。喉飴舐めよったら行こうかな。ゼロワンさんと 300K しか差が離れてない。ごきげんよう。土屋の配信どんなんかちょっと見てみたいな。今土屋誰ともやってないんやったら、めちゃくちゃテンション上がってる。今土屋のところ行って盛り上がるかもしれないな。 X さんが参加しました。お疲れ様でございます。X さん、300万ってガチっすか。きついっす。殿上1位取れたらワンチャン300万いけると思います。チッス。土屋つなぎますね、一回。今ちょっと喉飴舐めてんすよね。あ、土屋今招待オフになってるかもしれないですね。喉飴を噛み砕いて、うん、これで、あ、土屋招待オフになってんだ絶対。うん、土屋が招待オフだ。じゃあしょうもないやついきましょう。うん、しょうもないおもんないやついきます。はい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 、お疲れちは。やっほー。あプリンショーで痩せ、痩せ、2回入ってんの。2回入ってんの。今つけたの。あ、ほんと。あ、まあ、俺2回入ってるけど呼吸するように入っちゃってるけど。2回呼吸するように、呼吸するように、呼吸するように入っちゃってる。いつも通り。ノイなんだよ、うん、ノイなんだよ。あ、まあけど87ないかな今日は。まあ、ほう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 、うん、超ギリギリやないか。超ギリギリやないかと言うな、お前。いや、私日刊99位になるまでには 151K 必要です。いや、もう絶対無理やないか。おお、誰呼ぼう。絶対なんてないんだから。まあちょっと頑張らなあかんね、ちはそれはね。まあ、たまにはプリン将軍に花持たせてあげてもいいかなって。いやいや、何やねんそれ。ということやね。いや、土屋マジ呼びて、ほんまに。え、わかる、土屋ちゃんさん。え、なんでこれ私出てこないんだよね。そう、俺も出てこないんやけど、今呼んでる。土屋入ってくんねえの、あいつ。なんしょね。うん、いや、土屋すぐ辞退した。友達。なんしょね、あいつ。あ、じゃプリンと一回ちょっと千葉ちゃんでやってみたい。逆にボコボコに勝ってもらうけど大丈夫そう。いいんじゃない。じゃ土屋とニコラできるかどうか試してみて、あかんかったらまた戻るわ。ああ、なるほどね。うん。うん、
X さんいるでしょ。X さんいるかな。いや、さっきスラって来てくれたけどさ。そう、だから X さん全員の見に行ってるの。俺今2位のやつ見てるから。あ、そうなの。そう、だからおそらく全員の今 X さんスラーって行ったよな。やばいってもう。お前仕上がってるらしいね。なんかさ、プロソロだけこの余裕なるムカつくよね。嘘になってもいいよみたいな、このテンションムカつく。今日史上初の地投げで1位取ってあげようかなって思ってて。いや、それは一番つまんないよ。いや、おもろいやん。いや、土屋のこと好きなやつがしっかりと頑張れば1位死守できるわけ。けど俺みたいなやべえやつが連打で言えば。とりあえず今手持ちはどれぐらいあるのか、 1M ぐらいはあんのじゃ。いや、女も 1M でも 2M でもチャージできるけど今から。うん。いっぱいアカウント5個ぐらいあるから別に制限来ても余裕だね。そんなに。いや、面白くないよねって感じ。うちらリスナー相当怒ってます。相当怒ってるの？それはおもろいよね。おもろくない、ね。そういうの好き。まあ、私はまあブロックしますけど、シンプルに。それはまあちゃんとやります。これはリスナーさん頑張ってくれてんだから。なんで？それリスナーさん頑張ってくれてさ、そのプロソロのあれでバーン投げてミスナーはって言ったら、それはだって俺もリスナーさん先に言ってたやん。みんなそうじゃん。やっぱリスナーさん優先するから、それやるよ、ちゃんと。当たり前やん。はいはい。わかった。じゃあ一回バトルして、俺が負けたら地投げ発動するわ、じゃあ。うん。どういうこと？お前が勝ったら、プロソロを勝たせてくれるリスナーが土屋のところにいるのであれば地投げせえへんわ。みんな、ちょ、X さん来てくれたって。X さんありがとうございます。シェアする、絶対来てない、絶対来てない。X さん、ちょっともうやだ、俺。X さんいない。絶対いない。もうみんなにシェアする、今。マジでやだ、もう。みんなにシェアしなきゃ、いや、スミカちゃんにもシェアしよう。これ一つ言っていいですか？なんか X さん、この人、もう3位でもいいよね、みたいなスタンスなんだから腹立つぞ、この余裕そうな感じ。その緊張感が全然ないな。なんだけど、この感じも。やだ、もう早く終わって。X の SP さんにもシェアしたった。しゃ。俺ガチで嫌だ、もう早く終わっても。ヒリヒリするよな、誕生日やからな、お前今日1位取れんかったらどうするよ、お前なあ。ちょ、お前マジでくさい。うわ、マジでやだ、俺やだよ、24時間ってんだこっちは。知らねえよ、時間じゃねえから。うん。さあさあ、じゃあもう一度言います。土屋くんがね、ね、勝つようなことがあれば、ちょっと地投げスイッチ発動しちゃいます。僕のあの逆鱗に売れまして、じゃあ僕が勝てたらね、休憩して。なんで？一戦目休憩して、みんな。もうじゃないとこの人地投げするから。そうだよ。俺から一戦目休憩にして、うん、もうとりあえず。もう秒速で 300K とかね、チャージしたの、ライオンズ。だから分かってるから、こっちも。だから休憩して。分かってるよね。うん。いや、だからお前のこと舐めてないのよ、こっちは。うん、なんで？全然舐めてないのよ、別に。うん、あ、舐めてはないんやね。おー。さすがや。おー。頭にさすが KO。うん。そっか、あと 1.3M ですぐ抜かせんのか。ユニバがもう30個でいけんのか。はい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 。速さは速くない、なんで。あ、うん、いやいや、フラッシュアウトに言うじゃん。はい？ 4万5千でしょ、だからユニバが。うん、だからその、まあ、要は、土屋が 2.7M で、俺が 1.4M が 2.7-1.4 で 1.3M って出ました。じゃあ130万割る4万5千をやったら、ま、28とか9になるんやけど、まあ、余裕を持って30でいけるっていう。うん。うわ、なんか、腹立つわ、なんでもない余裕なの、この方は。行くぜ。もうみんな一戦目はいいわ。俺が負けたら地投げ発動してこいつの1位を奪還します。いやいいです。地投げしてほしいから土屋に投げようかな。ちゃうね、ふざけんなお前。そんな地投げ見たいの？地投げの1位見たいの？七海バラムは。いや、つまんないよな。じゃあ、土屋くんのリスナーさん、俺のところに。そう、だから、俺のリスナーも。一回来い。俺のリスナー。まだ18分だから時間はあるからまだ。俺がこのバトルで負けたら地投げで1位取ります。俺もうビビって土屋のところ誰も投げへんやん。いや、いい、マジでみんな大丈夫。ビビって誰、俺普通にこのバトルで負けたらめっちゃ熱いやけど。この団結力あんねん、うちら。この桁数で負けたら。その団結力。このまま終わるとかやめてよ、そっちもそっちで。いや、俺のところもな。負けたら負けになるよ、そしたら。すみかちゃん、TikTok スターズ、本当はプロソロに投げたかったんだよね。うん。でも、投げられなかったんだもんね。今や。てか、あれやんな、スミカちゃんにせびってたらしいな。プロソロがなんか全然投げてくれへんから言うて。ああ、じゃあ結局何でもしなかったね、プロソロ。うわ、最低。いや、ほんまにチャージエラーを怒ってて、本若が。うん。で、スミカその分2個投げてるからね。いや、じゃあ別にスミカちゃんに頼んでないね、俺。マジで。に感じてたからね、完全に。あれ。女の子困らせやがって。黙れよ、お前や。ちょっと待って、これ負けるぞ。あまり負けないかんだよ。ああ、ひまわり、ありがとう。スミカ笑いだ。勝っちゃダメだ。空気読めへんやつが、やっちゃったな。じゃあみんな勝っちゃダメなのよ、この試合は。お前、ほんまに。
俺失うもん何もないからな。あの、X さんとのもう飯で300万使えって言われたからな。もう200万って言われたからもう300万って言われたからもう。お前俺の LINE 見ろよ。X さん悪ふざけで俺のこと4分でグループ退会したわ、あの人。まあ俺の LINE も見ろよ。ちゃんと招待してやったよ。あ、ごめんなさい。ごめんなさいじゃないよ。俺仕事早いねん。うん。すいません。すいませんじゃないよ、お前。じゃあって、X さんも X の SB さんも来てくれへんって。お前さっきゼロワンさんとのバトルめちゃくちゃ盛り上がってたのに、お前これ全然盛り上がってないやないか、お前。なんとかせ。どっちかっていうと、うん、プリンス荒野とのバトルが一番盛り上がった。57万対29万とかだったから。57万は、それ土屋やんな。そう。めっちゃ強くない？そう。やばいやん。しかもその時 X さんとかあれだからいなかったからね。いなくて？誰が一番投げてくれたん？ホタルやんな。うん。で、ヨリッチも代表も来たし。ホタルちゃん今いるの？寝ました。寝たんやね。そう、残り30秒。あれ？じゃ俺負けたら地投げスイッチ発動しちゃうけど大丈夫そう？ちょ、マジでだるいって。俺負けたら地投げスイッチ発動して1位取る可能性高いけど大丈夫？ほら、もう今いるけど、ほんまに。相手が14万来るから、どうせ最後14万刺してくんねん、こいつら。やばい、140万。いいんですか？いいんですか？大丈夫ですか？あ、やばい。走ダメ、本当にダメ。そんなに地投げ見たいか、俺の。歌詞ありがとうね。やばい。こんなに地投げ見たいか、地投げで1位取る瞬間見たいやな、お前ら。オッケー。ここ地投げにしろよ。ここ地投げにしろよ。あ、ちょ、今チャージ時間が、チャージする時間が。無理って。何やねん、これ。逃げたって。それはうちらはやらないよ、誰も。それはそうでしょ、そんな。やらねえのかよ。まあ、一回黙れ。あの、感謝や。すみかちゃん、ありがとうございました。よし。ちょっと、ミカ行ってきて、とりあえず。うん。ミカ行ってきて。ああ、じゃあ、地上げすると思うけど、よろしくな。バシありがとう！ひまわりバシありがとう！ミカ待ってくれた？ありがとう。よし。ああ、じゃあ、土屋頑張れよ。多分1無理やで、今日。それはさ、なんでだと思う？冷静に言って。冷静に？頭取さんがいる。俺の地上げがある。楽しみやな。じゃあね。もうじゃあな、頑張れよ。うぅ。さあ、ちょっと一回ユニバかますか。ちょっと一回ユニバかますか、ビビらすために。地投げっていいのって。4分10秒、もう始まったな。地投げって。8M 行ってるから、あれ俺なんか配信してない設定になってない？あれ気のせい？おぉ。ハリスキル高すぎ。1.4M だから、まぁ、あ、ちょうど地投げすると140万円のあれでいけるね。うん。別にプラスだね。うん。ここ2日間のこと考えたらプラスだね。うん。ハリスキルね。じゃあもう違うやつ行くか、一旦。あかんかったわ、全然普通に。うん。もうなんか面白いやついねえのか今、誰か。もう俺が今仕上がってないからね。うん。普通に地投げなしで X さんとか、あの SP さんとかが1位取らせてくれると嬉しいなね。1位になってほしい。誕生日のやつ差し置いて、ガチガチにガチバトルしてるやつ差し置いて俺1位取ったら面白いね。3位だからね、今ね。いや、けどね、今誰もいないからね、正直。うん。どうしよっかな。こういう時はね、こういう時はね、めちゃくちゃ弱いやついこうかな。うん。めちゃくちゃ同説が少ないやついきましょうかね。ありがとう、すみません、ありがとう。そう、地投げはエグいとか、それは、てか、プロソロは本当しかねないからね。プロソロはしかねないからね、つって。さあ。たまに出てきたばっかりの元犯罪者の方ですか？面白いなぁ。お前、音消せや、うるせえから。さあ、プロソロさん何時に起きましたか？いや、ほんまさっき起きたかな。8時か9時ぐらいか。いや、もう10時ぐらいに起きた可能性が高い。行くぞ。冗談は顔だけにしろよ、お前。今日も明日もランク外ですか？私は2位関西です。カルチャー、ヤホー。いつでもアタックさ弱い。マジで息してない。
こないだは2万か。かわいそうやったな、こないだな。ミュート解除したよ。どうした？めちゃくちゃかわいそうだったな、あの時。かわいそうだったな。え、アタックさん、なんか目のこの中心になんかラメとか塗ってるタイプ？ああ、じゃあ、ミヤニだと思う。あ、ミヤニ結構出るタイプなの？出るタイプやな。あ、そうなのね。そうそう。でも、ミヤニって食べると美味しいよね。そうなの？だからそんな感じになったの？すいません、内容が全くないようなんですけど、ええ。そう言うと、そう、何のかっけな、スクリーンタイムみたいな。どうしたの？どうしたの？ 3 位。3位どうしたの？え？まあ、俺という人間が、相当やばいということやな。どっちのやばい？いい意味でな。いい意味なんだ。うん。いい意味なんだ。うん。スクリーンタイム見たら何時だ、あれか、寝てたかわかるか。ちょ、待って、夏決まってな。12、13、14、15時から。はるちゃん。22時か。3時ぐらいに、あれかな。3時ぐらいに寝て、10時ぐらいに起きたやな。ああ、りょうさんこんばんは。あ、つぎちゃんもこんばんは。うん、ありがとうね。うん。でもすごいね、3位。昼もありがとうね。うん。さすがだったよ。うん ?3 位すごい。いや、これもう X さんと X の SP さんとか川原社長とかも、いろんな人の団結のおかげやでな。あ、そうなんや。その X さんってやばいの？やばいに決まってんだろ、お前。昨日、じゃあ何件投げてくれたか、言ったろけ？昨日っていうかもう今朝か。うん、ね。まず、X の SP さんが 600K、X の兄貴が 340K、マブダチが 165K、川原社長が 143K。600K って何？いや、60万コインやんか。マジ4人か、いけるかな、4人。やばいからな。さあ、みんな4人で、スリーボーイズさん、バラバラマン、これ、え？あれちゃう？ユタシンところの方じゃない？カエルバラウンマ、リッキーバラウンマ。俺、ユタシンのところのママ。バラ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 、豚バラです。油もやさせていきます。いくぞ、チャマちゃんバラウンマ。いけないか、難しいな。さあ。難しいな。ザイモンには絶対に勝たなきゃいけないんだよ。難しそうやな。あと一人難しそうやな。早くしまっていいっすか？難しそうやな。難しそうやな。あと30分しかないですけど、すいません。早くしまっていいっすか？ちょ、急ぎなんですけど、俺、日韓一、今日は、地投げで取れるかもしれないんで、ね、よろしくお願いします。さあ、残り46分。地投げなしで1位取ったら一番かっこいいな。みんな。いける方いたら、よろしくお願いします。TikTok ユニバースや。いくぞ。あれ？すいません、スピチャレ失敗、ちょんまげこそうですか？うるさいんだけど。うるさいんだけど。肉です。好きな食べ物は豚肉です。スリーボーイズ、ママン、フルーツ、ドロロ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 ママン、美味しいぞ。ありがとうございます。でもさ、地投げで1位になれるの？黙れ、あと13秒2倍残ってんねん。気軽に喋りかけるな、お前。地投げ1位になれるんだ。地投げ1位になれるのは。ちょっとやばいね、ほんとに。ママ、TikTok ユニバース、行っちゃおう。なしな。いや、まあまあ、地投げでいけるよ。だって、ボーリング、ハートウマ。1万コイン地投げするのにかかる費用ってちょうど1万円ぐらいだから。でも地投げしたらマイナスにならない。自分にはマイナスじゃないの。昨日と今日の利益で全然プラスだね。あ、そういうことか。そういう感じでやってんのか。そう。だからその誕生日の男をそのまま1位にしていいのかということね。あー、なに、土屋？そう、土屋誕生日で今1位なんやけど、俺8月25日誕生日やった時に、うん、俺が2位でプリコが1位やってん。めっちゃムカつくて。うん。だから。あ、そういうこと？そういうこと、ムカついたのか。そう、ムカついたから、そう、かましてやろうかなって思って。かましてやろうか。そっちはかわいそうじゃねえか。女言ったら、プリコと俺、どっちの方がかわいそうやねん、誕生日の時。プリコ。何でやねん、おかしい。誰か。これワンチャン差し込まれたら負ける可能性がある。こいつに負けたらもう終わりや。喉が痛い、喉が痛い、喉が痛い。誰が痛い、誰が痛い、誰が痛い。差し込み、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 差し込み。エグいてキャピンキャピンキャピンカーのヨイちゃんと2桁ってどうやったら取れるんですか教えてください。読まさせていただきます。アタックママありがとう。フォローさせていただきました。ボーリングも、チャマもな。はい、みんなまとめて、圧倒的ビクトリー。頑張れよ。応援してんぞ。2桁、お疲れ。あいつ切るの早っ。
あいつ切るん早めちゃくちゃ。龍角さんのも。うん。あ、横地の誕生日でもあんのか、だるいな。横地の誕生日でもあるのだるいな。めっちゃ明日お金使わなあかんやん。めんどくせえ。ほら、お前。なめんな。ちゃんとバトルしてきたよ。あ？誰と？つや。あ、つややってきた？どうだった？ニコラやったら受けてくれたよ。あー、やっぱ4コラが嫌ってこと？うん。やっぱ俺みたいな強いやつじゃないと無理やねん。そう。で、うん、うん。その結果、うん、俺が負けたら、地投げ発動するって言って、うん。なら50対6000で普通に土屋が勝って俺負けたんやけど。え？どういうこと？ 50 対 6000？ 地投げで俺が1位取るぞって驚かせて、うん、うん。俺が負けたら絶対地投げで1位今日取っちゃうけど大丈夫そうってちょっとあの土屋のリスナーを試したら、うん、誰も応援しに来てくれんかった。あ、大輔さんお疲れ様です。明日ね、横地が誕生日やからね。めっちゃ嫌だやけどめんどくせえやん。日付変わったら。これ枠ついてないなんか。あ、これあれか。昨日の。日付変わったらね、はい、横地が誕生日やから、もう俺も大変よ。もうユニバやで。土屋にユニバ、横地にユニバやから、もう大変やで。船長、ドーナツ。め。声こもってる？俺の声こもってる？ちょっとこもってる。嘘？いつもより。うん。だってお前マイク使ってないでしょ。うん。だから、その、なんか状況によって変わるんじゃない？なんか。ちょっと聞いてみる。うん。マイク使った方がいいけどね、マイクはね。こんにちは、こんにちは。ああ、大輔さんね、さっきそう、来たよ、横地。うん、来て、24時ぐらいからやるわーって言って、うん、言ってた。マイクになんかついてんのかな？俺もな、12月32日中撮れるかな。怖いなー、なんかワンチャンマジで、なんかさ、なんか、誕生日に撮れるなんて当たり前すぎて面白くないから、なんか、回す。いやー、けどさ、なんかワンチャンね、やっぱ X さんとかさ、なんかワンチャンなんかやってきそうじゃない？わかんないけど。1位にする。ワンチャンねえ、面白そうだからツーブソみたいな、なんか怖いんだよな。ハギボー、ありがとう。100ポイントいける方いらっしゃいますか？山ちゃんのローザだよ。そうだね、船長ね、聞こえにくいよな、今日は。うん。さあ、モナカちゃんが参加しました。お疲れ、モナカちゃん。最悪やって言うな、お前。お前、ブロッコリーは解除したっしょ？声聞こえにくい、ね、ユキさん。やっぱ声聞こえにくいっすか、俺。なんでやん。プロソロ今日ちょっと、うん。さっきまで言われなかったけど、プリン将軍と繋いだ瞬間に言われてたんだけどね。アベテル。船長、手のひらとバック長、ナイスありがとう。さあみんな、日刊をね、今日は。まあ、聞こえなくはないよ。聞こえるよ。一回ミュートにするか。一回ミュートにして。うん、聞こえるけど、まあちょっとこもってるなっていう。うん、聞こえにくいけど、ね。治った？あんちゃん、キュン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 。治ってない。いや、俺は別にイヤホンだから聞こえるんだけど、どうなの？リスナーさんの問題じゃない？それどうなの？旅行チケットナイス、グンさん、ありがとう。チケット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 ナイス、ナイス。なんでこもってんのやろ。めちゃこもってる？治ってない。じゃあ一回このバトル終わったらもう一回再開してみよう。一回抜けたらバトル終わったら、お前、待っとって。待っとくわ、オッケー。さあ、みんな 801K で、あ、違う、801K じゃない、801コインで。当たってんのかな、これ。これでどうやろうか。どう？これはどう？これ。うん、まぁ、なんかちょっと困ってる気がするけど、どうなんだろう。まだ困ってる。どう？みんな、リスナーさんに聞いた方がいいと思う。俺は聞こえてるから、さっきから。うん、全然、困ってても。プリン将軍のプロソロ兄弟じゃねえよ。水の中にいるみたいな。あ、治ってない。うん。治ってない。あ、水の中いるんじゃない？なんかお前、土壌みたいな顔してるしな。うん。お前、ガマガエルみたいな顔してる。いや、黙ろ、お前。お前もやろ。しょうもない。あ、舐めんな、ケロッピじゃ、俺は。めちゃくちゃ可愛い。ケロッピじゃねえよ、お前。舐めんな、お前。みんな治ってない、大丈夫、治ってない。困ってるね。うん、じゃあ、このバトル終わったら一回解散するわ。みんな。で、もう一回、ちょっと繋ぎ直すわ。うん、ごめんな。治ってない。なんか充電器とか挿してんの？なんかなってる？充電器挿してる。いや、なんかね、さっき、今見たら、その、iPhone の下の、その、音出る部分が、ちょうどそのセルフィースティックのなんか、ボード当たってて、それちょっと話してみたい。うん、あ、船長ね、土壌じゃん、こいつね。ね、うん、さあ、土壌でね、治ってない。これ50秒。俺の声自身がちょっとイカれてんのかもしれん、叫びすぎて。いや、けど、うん、マイクの問題だと思うよ。マイクか、絶対マイク使った方がいいけどね。そう。あとなんかラグらしいっていうか、そもそも。それは TikTok の問題でしょ。そもそも、うん、いやけどそれも関係あるかもよ。
TikTok この時間ね、長くなるしね、バグりやすいんだよな。一回つなぎ直すか。もう、間の時間って呼んでるから、俺、この時間、ほんと。すべてにおいてな、やばいもんな。すべてにおいてこの時間、マジでやばい。一番やばい時間だから。ほんとは、俺もつけなくてもいいのかなって思ったりするんだけどね。けど、まあ、日刊そこまで入ってたら、やらないといけないだろ。当分、ラグい。もう、いろいろやばいな。ちょ、みんな、次でしょ、ユニバー。やばい、ラスト、差し紙。さあ、日刊あげていくぞ。日刊あげていくぞ。成長金固めジャラジャラお金ナイスナイスです。さあ読ませてもらいます。船長ありがとう。しかもグローブゲット。グンスありがとう。山ちゃんありがとう。モナカちゃんありがとう。みんなありがとう。ナイス。じゃあ秒で戻ってくるわ。ちょっと待って。あ、オッケーオッケー。秒で戻ります。うん、君が好き。聞こえるかな？聞こえるかな？治った？治った？治ったよな？治ったっぽいよな？ありがとう、お待たせしました。ごめんなさいね。そう、ただ単にバグが、いや治ったのは嬉しい、ほんまに。どうよ？お待たせ、治ったみたいだよ。あ、治ったね。うん。まあ、お前のケチなところは1ミリも治ってないみたいな。いや、ケチって言い方すんなよ。別にケチじゃないよ。ケチケチのみの能力者。ケチケチのみの能力者じゃない。ないよ、別に。出すとか出すよ、俺別に。の。10万くらいやろ、お前。いや、あのね、プロソロ、感覚がバグってるって。俺、美容師の時な、1ヶ月めちゃくちゃ働いて、手取り16万やったんや。あ、俺だって、夜勤週4でめっちゃ毎日7時間以上働きながら、ソロバン教室もやってたけど、もうほんま15万いくかどうか。でしょ？だったら、もうその10万円の大事さをもうちょっと噛み締めた方がいいよ。俺らは、ちょっと感覚バグっちゃうけど、俺らは別に億万長者じゃないから。はい、ちょっとお金を持っただけで10万円をね、安い金額って思っちゃいけない。そら、X さんとかね、顔ある社長ぐらい稼いでたら10万は安いよ。俺らから見たら10万は高いよ。うん。そんなことしたら破産しちゃうよ、君、本当に。奥持ってからそういう遊び方しなさい。もう、はい。さあ、みんなタップスクリーンや行くぞ。さあ、なめんなよ、お前。本当に。しょうもねえわ。さあ、ちょっと日刊残れるようにね、みんな。頑張っていこう、マジで。4位の人と 300K しか離れてないんで。今92なんで、ね、92なんで。なんとかちょっと残れるように。行くにはですね、あと 1.1M なんで。あ、みんな92になるには、10コインで上がれるわ。10コインで1個上に上がれる。そんなことあるのか。10コインで上がれる1個。ありがとう。10コインで上がれる。音声が治りました。水中から出てきました。さくらちゃんバラマン。水中動物が。さあ、あと9ポイントね。さあ、山ちゃんどうぞ。今9ポイント。さあ、78人。さあ、9ポイント。普通に負けた。ルフィさんにやられたから。9ポイント、やばい。店長にやられた。まずい。9ポイント。あんちゃん、ハギボー、グンさん、ハギボー。 OK、 92。ありがとう、みんな92だ。また声こもってる。うそやん。ん？桃地さん、こんにちは。ってる？いや、大丈夫だけど、俺は。俺は、聞こえるけどね、先生。大丈夫だろ。うん、集中せ。さあ、30秒間2倍。さあ、2倍いくぞ、みんな。いける方いたらね、お願いします。さあ、ちなみに日刊を1個上げる。残り23秒です。こもってる？なんでこいつやったびにこもんの？ 141 ダイヤで。141ダイヤで。コラボしたプロソの声ちっちゃくなるだけでこもってはない。OK です。うん、らしい、ね。ま、だマイク使った方がいいって。マイクぐらい買えよ、マイクぐらい。やだよ。なんでマイク買わないの？あ、じゃあキュン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 。キュンのみんな集中してくれ。お前。
ギフトさ、何十万円分も投げれんだったら、マイク、めちゃくちゃいいマイク買えるやん、お前。画面に近づいてくれたら普通に聞こえる。ああ、そうそうそう。そう、遠いんだよね、多分な。うん。遠かった？まあけど、あんまり近づくと気持ち悪いから、ちょっと離れてほしいけど。おはようございまーす。最悪や、近っ。最悪や。うるせえな、こいつ。とか、いつもより遠かったんか。うん、遠かったんじゃない？いつもこんくらい近くでやってたか。うん。急いでつけてから、その距離感がバグってて。うん。うんまあ、顔もバグってるけどな。さあ、行くぞ、みんな。タップスクリーンな。何やねん、お前。やんの芸人養成する学校もう一回行っとけ。うん、お前も行けよ、養成所。無理。もう俺も行かなかんねん。なんで俺も行かなかんねん。めんどくさいわ。発声練習とかしたくないわ。またせえへんからやり直さなあかんからやん。ういろうりとかもう二度とやりたくないわ。なんでウイロウリの授業なかった？あ、やってないんだ。やってえ、なんか、それ、うん、なんか、いや、アナウンサーとかがやるやつだよね、ウイロウリって、なんか。あ、そうなん。将軍、うん、面白くて好き。あれだす。よく言われます。いや、マジで。ちょり。あの、顔が本当に、あの、何、イベリコ感が出てて面白い。そらお前やろ。喋ってる内容は全く面白くない。そらお前やぞ。イベリコが結構その何、どんぐり食べてるの見て、あ、面白いなって思うと。どんぐり食ってねえわ、俺は、お前。どんぐり食ってねえろ、お前は。おめえや、お前。どんぐり食ってねえ。兄弟じゃないねん、ほの。しょうもねえ、お前。お前のところがしょうもないねん。逃げたよ、お前。うるせえわ、お前。だが。差し込みって文化知らないの？今、俺の声聞こえてるじゃん。大丈夫だよ。うん、聞こえてるよ。うん。ゆうこバラエティー。あ、そろそろ戻ったでしょ。うん。なんかね、あの、距離が違かったかもしんない。もしかしたら。やばい。あ、ケイケさん、ナイスグローブ！オッケー！ナイスグローブ！やったらね、こいつ。舐めてるからな。さあ、みんな日刊もね、日刊もちょっとなるべく上げていけたらね、上げていきたいところなんで。今、92位です、皆さん。あ、ケイケさん！いい油断の！あはは！大丈夫や。いい油断の！あはは、ナイス！勝てるぞ勝てるぞ。さあ、そこ秒グローブ聞いてる、グローブ聞いてる、グローブ聞いてるぞ、グローブ聞いてるぞ、グローブ聞いてるぞ。うわあと聞く。スキーちゃーん、ロードウェディスキーパー、かわいすぎる。スキーちゃんはほんまに天才的でかわいい。やべえ、やべえ、ヨイチ&グローブに屈しない。スキーちゃんにみんな拍手をピッドリーガガガガガ。見てやばい。はい、読ませられます。はい、じゃあしょうもない。いや、ありがとう、マジで。うそー、スキーちゃんすごすぎる。ほんと嬉しい、月ちゃん。昨日に引き続き。やばすぎるやん、ありがとう。しかもアイコンちょっと変えてない？なんかすっげえ韓国のなんかアイドルみたいな写真に変えてない？うん。前の月ちゃんのアイコンも可愛かったよ。うん。ありがとうね。やばすぎた、めっちゃ強いやん、普通に。みんな、月ちゃんに拍手、そして月ちゃんのフォローお願いします。ありがとう、月ちゃん。本当に嬉しかった。この時間って魔の時間やからね、もう本当、4桁ギリ出たらまだいい方なんだけど、もう6857。結婚しような。うん。最高。そして、ゆうこもよく頑張ったぞ。チャマもスペシャル達成ありがとうな。はい、みんなまとめて。イベリコ弱すぎ、ワロタビクトリー。うるせえや。たまらない。ダメんな。ふきさんに拍手やな、そう。東堂さんも1位狙ってるらしいね。あ、そうなの？今日は。らしいよ。アイコン推しにした。大丈夫なんか、土屋。そう。アイコン推しにした。それ、誰なの？ちなみに。大丈夫なんか、土屋、これ。女性アイドルが好きなの？月ちゃん。頭取に狙われたらラスト怖いな、これ。ありがとう、月ちゃん、マジで。頭取は今 2.6M で、土屋が 2.9M や。頭取ってだと本気出してきたら結構怖そうやのよ、普通に。まあ、秒で変わるやろな、残り。秒で変わると思うよ、これ。いや、土屋が2位やったら、俺、もうめっちゃ笑いながら繋いで。お前、最悪やな。言ってあげようと思ってるけど。お前、最低やな、マジで。最悪やん、お前。俺はそういう。うわ、けど 3M 行ってる、土屋、すごい。嘘、もう 3M 行った？うん、3M 行ってる、今。なんか今、トントンちゃん、ちょっと見るか。多分飛んだんじゃない？これは、完全に。土屋。3M 行ってるからなぁ。あ、ホタルが参加しましたって。うん。あ、すごい人なの、ホタルさんって。うん、ギフレベ37でめっちゃ投げてくれたらしいよ。ああ、そうなんだ。プリコーと戦って、うん。
待って誰？やばー。情緒不安定すぎて、この人なんか。情緒が言ってたから。うん。言っちゃって、言っちゃってるんだ、この人ね、なんかね。なんか、お化け屋敷に、いられる感じ。うん。めちゃくちゃ怖いんだけど、この人の配信。うん。X さんが土屋さんにやばい時 LINE しろって言ってたよ。あ、じゃあ俺やばいから。なんでお前が、なんでお前が LINE すんの俺、グループ LINE やるから。もう一回バトルじゃん、お前。24時まで付き合え。さあ、行くぞ。俺もちょっと日課あるからね。うん。バトルしとかな、ちょっと。ありがとうな。やばい、93位か。さ。ギリ大丈夫かな、なんかギリギリやな。地投げ見てみたい？地投げ見てみたい？うわ、月ちゃんに言われたらほんまに地投げしなきゃいけなくなりそうだな。わかった、じゃあ可愛いやつにしようか。可愛い、可愛いやつね。うん。地投げは地投げでも、可愛いやつにするね。コインあったかな、俺。最近自分にあんま投げてないから。じゃあ俺の方にも投げて。いや、いや、お前ちょっと、ブロッコリーしてるから無理。なんでブロッコリーしてるんだよ、おかしい。地投げ用のアカウントはお前のことブロッコリーしてるから、ちょっと。なんでブロッコリーすんだよ、おかしいやろ。宝箱でちょっと、あれかな、うん。コインもらってこようかな、ちょっと。マックハートウンマ。宝箱でもらって、そんなにないの？そう、全然チャージしてない。めちゃくちゃお前、枯渇しとるやん、それ。やばいな。はい、じゃあ、やばいな。地投げまで332211。何投げんの？バラです。まし。なんか、つまんなくなったな、お前な。いや、けど、こうやってできるってこと、要は。だから、将軍もポケカのやつで、一回やってみてよ。ポイやる？ポイがね。うん。一回、いや、多分。ああ、投げたよ。うん、投げたよ。そう。こんな風に、別に、サブ端末があれば、自分にも投げれるっていうところを、一回月ちゃん見てみたかったよね、小野ちゃんもね。いや、違うと思うよ。いえ。ドカーンって自分でやるのが見ながらだと思うよ。ライオン投げてこい。ねえ、月ちゃんね。なんか期待外れだね、この人。前に、わかったわかった。前に急上昇俺が1位取った時に、ライオン10頭、ヒレツを投げて。うん。ゆうなちゃんのライオンが霞んだ日やろ？そう。あの例の。それはマジおもろいよな。そう。ライオン。一匹ゆうなちゃんのライオン紛れてんだもん。ゆうなちゃんっていう女性配信者がいたんやけど、その女もライオン投げてくれてて、なんか、俺しか投げてないはずやのに、途中でゆうなちゃんのライオンも一匹混ざっててビビったっていう。11匹。やばい、95位だ、やばい。ちょっと待って、やばいぞ。もうランまずいかもしれん。まあまあ。うーわ、95位だ。だって。ちょっと危ないかもしれん、もしかしたらこれ。1位厳しそうです。いや、なんでお前が。助けてください。なんでお前が、助け求めんねん、クッサにおかしいやろ、お前。はい、ちゃんと LINE しました。うん。さあ、40ポイントきついか。マックバラウンマー、さあ。行こうな。ちょっとこれ厳しいかもしれんな。やばいかも。行くぞ。うん。しかもグループライン1回、お前。それそうでしょ。怠慢では無理でしょ。あ、やばい、96位になった。やばい、マジか。お前今日ランク外になった。ちょっと待って、これマジやばいかもしれん。うわー、これちょっと待って、まずいわ。って言ってる。さあ、残り10分あるもん。いや11分あったらまずいのよ、この感じは。上に行こうな。プリン息してないな、お前な。あと、これまずいわ。わ、4位のやつ全然消えへんわ。裸でわかるわ、俺、これ。月ちゃん、まずいやつだ。バラ、いや、バラやんねん、月ちゃん。バラええねん。いや、これまずいやつだ。あと10分、うわ、パイナップルが参加しました。これちょっと日課まずいな、これ。川原義嗣社長も。これまずいわ。参加しました。まずい！お前と比べ最高。ネクストレベルしか勝たん。キャピーン。日韓ギリギリや、まあ。あと10分で土屋の1位を。まずい、これはまずすぎる。超えていただいたみんなで。今96位になっちゃった、これやばい。見てくれた？川原社長もグループラインから来てくれた。グループライン見たんじゃない？なんか、ちょっと待って、なんか、なんかすごい言葉が入ってた、今。ちょっと待って、これ終わったら言うわ。終わったら言うわってか言われへんけど。ちょっと俺は見れるから見るか。ああ。すごい言葉が。おーおーそうね。SHINE ってきたわ。なんでの後がちょっとやばいね、これね。じゃあやばいよね。嘘です。
嘘です。嘘です。キャピーって言ってた方がいいよ、ちゃんと。キャピーやな。こんば、うわ!X さんがプロソロをグループから削除しました。プリ今すぐ、プリ今すぐ招待して、土屋も一回今日、な、出させられたやろ今招待して。それは、もう、じゃあユニバや。最悪や。ユニバで招待。最悪や、マジで。もう、冗談。もう、ユニバで招待や。なんでユニバ現わんの？お前、日課やばいんや、俺は。絶対釣り合い超えられへんやろ、まあな。グルーチャーやられたって。じゃあ、ユーグルのスピードウェイでいいわ。あ、パイナップルそうだ、X さんが土屋のことね、応援したんやね。さあ、ラスト10秒この後だけは果たしてまして。あかん、俺グループラインから日刊まずいぞ、これ。やばい。冗談で1位助けてください。日刊まずいやばいこれやばいかいや、誰も何もせえへん。笑いかんよ。これ日課やばいかもしれん。ビクトリーな、これ。これやばいな。これグンさんありがとう。みんなありがとう。目玉さんありがとう。山ちゃんありがとう。これやばいかもしれん。今日。川原義嗣さんが言うてます。しょうもない戦いって。ちょ、川原社長 !22 対90は確かにね、もうそうっすね。いやけど、他にね、なんか盛り上がりそうなやつもね、今この時間多分いないんで。さあみんな、ちょっとタップお願いします。日課がやばい。マジでやばい。ちょっとまたグループライン削除されたんだけど、あと2回しかバトルできないからな。また、俺グループライン削除される前に200万じゃなくて300万円持ってこいって言われてて。いいやろ、300万円はね。けど、それぐらいもらってんじゃない？マジで。あ、トータルで言うと？貢献的に考えると、それぐらい、それぐらいマジでもらってそうだけどね。まあ。だって今日だってね、1.4M 言ってんの？パイナップルニヤニヤすんな。1.4M。そうでしょ？うん。いや、もうそれぐらい多分もらってるよ、もう。うん、いや、グループライン削除めっちゃだるいって、普通に。だってもう集合場所とか時間とかわかんねえじゃん。いけないじゃん。もうお前落ち込むなよ、おごるつもりだったのに。うん。いや、おごるつもりだったら別にお金だけ振り込んでくれたらいい。なんでお前に。いや、別に俺に振り込んでくれたら。絶対ちゃんと着服するやん。もう全部、自分のことに使うやろ、どうせ。いや、着服はしないよ。そんなことせんやろ、別に。うん。パイナップル、自力で来い。川原社長、金だけ置いていけ。うん。うん。まあ、君たち、道徳の授業受け直してきて。いや、お前がな。お前がだよ。お前や。お前が一番道徳の授業受け直した方がいいで、ほんとに。なんでやねん。一番やべえからな、お前、発揮しって。悲しすぎるやろ。いや、それはしょうがないよ。だってね、1位やばいですってさ、そんな言われてもさ。冗談やから。誕生日でもなんでもないやん。お前、どんだけがむついねん、お前。いや、普通に10月31日、俺誕生日じゃなかったけど、バニーガールのコスプレで、あれまだ TikTok してんの？どういうこと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 いいやん。まだ TikTok してんの、われた。さあ、3位入りだけ素晴らしいことやが、まあな。さあ、行くぞ。お前で1位取ったやん。今日も1位や。96位。これで川原社長が俺を1位にしてくださったらめっちゃ面白い。あと8分、あと8分。はい、夏日の、夏日ありがとう。よく出すな、オス犬が怖い怖い怖い。この番戻りなよ、ちゃうね。黙れよ、お前ら、ユタ氏も含めて。さあ、10ポイント。やばい。メス犬とは言うけど、なんか、オス犬ってあんまり言わんね。うん、オス犬。俺、オス犬って初めて聞いたんだけど。やばそうやな、これ。メス豚は聞いたことあるんだけど。うん、さあ、オス犬、オス犬は確かにあんま聞かない。オス犬ってなんかあんま悪くこの、オス犬がチーなんか言われても、はいって。何すか、それっつって、ええ。欲丸出し、いや。もう欲深いな、お前はもう本当に。欲が。冗談ですから、ね。欲の塊や、お前。欲と脂肪の塊や、お前。いや、そうやな。いじめられてる。いじめられてるよ。本当によく分かるな。福岡の女の頭の中ペーって言っちゃってますから。愛してるぜ。X さんが来られまして、舐めてるの？いや、舐めてないです。うん、冗談で。うん。まあ、謝れ。舐めてるやろ。本当に。X 様。舐めんなよ、まあ、ちょっと。生まれてきて、すいません。来世で。なんと。遊んでください。怖い。めちゃくちゃ怖い。舐めてます。じゃないね、パイナップルお前。アンサーをするな。X さんに。プロソロが舐めてますじゃないね。頭の中パン、福岡ありがとうな。優しいな。けど、さあ残り1分半。この流れで、俺が1位いったら本当に面白いですけどね。投げ見たいちゃうねん。黙れよ、お前ら。金ないねん。
プロソロの地投げが見たい。1になってちゃう、ね、見たい。見たい。X さんと川原社長がいらっしゃったらこれいけますよ。地投げで1位になろう。地投げで1位になろう。うん。本当になっていいの？地投げで1位になって。多分、めちゃくちゃ来ると思うよ。地投げで1位になれ。地投げ見たいじゃん。地投げ見たいじゃないのよ。地投げで1位にしようじゃないね。嫌だって。地、うん、投げで1位になろう。恥ずかしいって。いや、恥ずかしいって いつもやってるよ。いや、1.8M はちょっと、180万きついって、ちょっと。180万。また川原さんと俺のこと呼び捨てにしてたらしいな。いや、してねえよ。お前ならできるじゃうねん。なろうよじゃないねん。無理やって。呼び捨てすんなよ、お前。あ、やばい、97よ。捨てませんって、ほんま。私も見たいです。じゃあね、お前、100コインくらいのしょうもないギュッとしか投げてへんやないか、お前。ビビってんのちゃうねん。バラバラ。アイラブミーさん、ありがとう。一斉に喋り出すな、君ら。土屋さんにバトル負けたら地投げする言うたやん。ちゃんと1コイン投げて。うわ、土屋にユリマ飛んでる。うん。してねえよって言った。ああ、言ってません、言ってません。X さん言ってません。ああ、まあ喧嘩売っちゃったね、お前ね。X さんに。X さんにまあ喧嘩売っちゃったら、お前やばいわ。それはお前もうやばいぞ。うん。で、ここで土屋の枠行ったら激アツな展開になりそうなんだ。やばいわ、それは。土屋行こっかな。土屋行けな。あ、エクさん、リズミカルのクマ、ありがとうございます。はい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 。すいません。エクさん、ありがとうございます。もう日刊やばかったんで、まず助かります。すいません。おこもりありがとうございます。すいません。エクさん、早く感謝しろ。おなかちゃん、ありがとう。メダマイさん、山ちゃん。みんなありがとう。うん、いいよいいよ。オッケーオッケー。ラストラストバトル。ラスト、ね、残り4分。はい、オッケーオッケー。4分しかないね。さあ、僕らの家に道徳の授業を受けてこい。いや、じゃあ、かわいい。いや、マジ助かったかも、今の。今のクマ、ほんと助かったかもしれないです、マジで。93位になった。危ねえ。言ってません。今のクマ、マジでかかったかも。うん。あ、ゆきこちゃん、ごめんね、プロソロって。今ので日刊に入れることが確定みたいな。93位になったから、7から。3になったから。中卒の話してないって。中卒は中卒でも。今のクマ、マジでかい。成り上がったら大丈夫やねん、ゆたし。大丈夫。うん。ね、川原社長とか X さんレベルになったら大丈夫やねん。さあみんなタップタップね、行くぞ。さあ、これは 3.2M と 1.4M。日刊入ろう、今日は。ほんまにラスト30、ラスト1分か。ラスト1分で、うんうん、ほんまに 2M ぐらいユニバが飛んだらこれ1いけるぞ、今日。うん、1狙ってんの？すごい。X さんとか川原社長が、これガチやったらいけるぞ、マジ。お前、ほんとに。いや、もう、川さんが、いいえ、お前、すごいやつやな、お前。うん。160に団結。これ、とりあえずラストバトルです。残り2分46秒です。さあ、10ポイントね、みんな、10ポイント。土屋との差は、あと 1.8M、いって。さあ。足打ったわ、いって。もう多分、日刊ね、大丈夫そうな気はするけどね、少しでもちょっと上げていけたらね。これは絶対にいける。うん、せっかくね。グッズ、ハギボーありがとうさあ、ちなみに日刊1個上げるには、1.2K で1個上がりますね、日刊ね。うん。あ、マックのローザだよ。福岡旅行行こうな。さあ行くぞ、みんな。いや、これでほんま。日刊93位。うん。これで、残り30秒ぐらいで指は飛ぶまくって、俺1位になったらめっちゃドラマで面白いけどね。さあ、2倍。タップっていくの？あ、タップを、3回すると3点まで入るんですね。それ以上は入らないですけどね。あ、今56になりましたね、53が。あ、ゆきんこと手伸びハート、パッカンチありがとう。残り30秒で。そして日刊は残り2分で決まります。さあ、どうなるんでしょう。さあ、どうなるんでしょう。5秒間2倍。さあ、残り1分52秒で。土屋が取るのか、頭取が取るのかってところ、ね。頭取さん 2.7M になってるよ。けど土屋 3.2M になってるな。おお。土屋強いね。めっちゃ強い。土屋強いな。土屋も強いな、なんか。残り1分38秒、まあ。プロソロも3位はやばいけどね。普通に。そもそも。なんで3位なんで。グッソ、早く、ドラマで面白い言うけど、儲けたいだけやろ。お前、そんなことないって。クマさんです。ありがとう。なってんだって200万にしてくれ。俺が前、ここで1プラス300万なっとるやんけ、もう。300万ぎついっすよ。タップしました。ありがとう、福岡。もうプラス300万出とるやんけ、お前。めちゃくちゃ。やばい、めちゃくちゃ儲けさせていただいてるやん。いやいや、そんな儲かってないっす。いや、早く地投げって、お前黙れよ、お前。ごちゃごちゃ。お前誰やねん、マジで。だって、3.3M になってる土屋が。残り1分です、ゆうこバランバ。これ、2.5M、2番だ。変わるまであと1分ね。いや、お前が別に。あと50秒で。ユニバー行ったら、これ。ほんとブレないね、プロソロって。ブレないよ。2.5円。96位、ギリギリ、96位、ギリギリだ。
大丈夫か。あ、ともどりさんはさすがに来ないんじゃない？これ。さすがに行かなそうな気するけどね、この感じはね、もう。で、俺のところでドゥーントゥートゥーンって聞こえたらめっちゃ面白いけどな。さあ。ない。さあ、残り25秒です。さあ、25秒でね、日韓が。多分大丈夫だな。あ、ちょっと待って、やばくない？俺。え、何今。いや、大丈夫そうじゃない。ちょっと待って、まずいかも、まずいかも。わ、98になっちゃった。マジか、やばい、ちょっと待って、やばい、98になった。あと13秒ぐらいじゃないぞ。やばい、いや、これやばいかもしれない。プレミか、やば、やばい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 、グーソー、危ねえ、グーソー、うわ、94位、危ねえ、グーソー、ゴールデンパーク、いや、1位だわ。マジで危なかった。グーソー、危なかった。やった、危なかった。マジでありがとう、グーソー。うわ、マジで危なかった。エクスだった。ちゃんとエクスユニバー。あつちゃんとこ行ってる？すごい。うん。あぶねえ。あぶねえ。超ギリギリやった。普通に2位やったな。うわ、ギリギリ94位やった。ありがとう。マジ危なかった、グンソ。マジでありがとう。90何位？94位。ははは、危ないな。マジ危なかったんだけど、今。ビビった。人気ランキングで追加報酬が。マジビビったよ、これ。軍曹言ってくれてなかったらマジ危なかったわ、これ。やった、日韓3位だ。ハップねー、マジで。超、超ハラハラしたぜ。それ、軍曹が投げた分差し引いたら99より下やった？軍曹投げた分差し引いたら98だったかな。いや、99取れや、お前。3位おめでとう。ありがとう、よく。やばい、これ、ちょっと誰か、差し込みで勝てたら、面白い。あ、ゆうなちゃんもあ、そっか、ゆうなちゃんも誕生日で、そっか、横地も誕生日やな。ありがとう。ビクトリー、はい、ビクトリー。頑張れ。マック福岡優子、みんなまとめてありがとうな。ありがとう、アスピーちゃんありがとう、山ちゃんありがとう、ぴょんさんみんなありがとうね。ありがとうございます。いや、土屋普通に言って取りよったな。すごいなぁ。めちゃくちゃテンション高い。いや、そりゃそうよ、1位取ったら。よし、やったぞ、みんな、行ったぞ。おいおいおい、入ってきた入ってきた、ボーリング男がよ。おい、ボーリング男。ボーリング男。誰ボーリング男って。あ、あれや、無課金と、あれだわ。うん、誰あいつ、無限がボーリング行ってたみたい。あ、お疲れ、パイナップルありがとう。ハートありがとう。かしこまりました。トードリさんはどんな感じなのかな、ちょっと見るか。見た目いいんでもいいか。すごかった言ってるわ。1位にはならないんですね。いや、それはお金が全然ないんですよ最近。けどだいぶ貯金あるでしょ、前よりね。めっちゃあるでしょ。いや、もう全然ないでな。そうなの？そんな使っちゃってんの？何そんな使…いや、なんかドカーン行っては、ドカーン使って、うん、使ってんの、うん、でん、ちょいちょいちょいみたいな感じで、うん、そんなにないよ。地投げ見たかったちゃうねん。とりあえずスクショしよう。3位もすごいから。あ、無限さんのところ行ってスクショしよう。7位やから。無限さんのところに無課金さん作ってるやん。なんでやねん。鼻ほじってるよ。いやー、よかった。マジ危なかった、日韓。危なかった。ゆうなちゃんに、とりあえずユニバ投げに行こうかな。今配信中やからユニバだけ投げましたって言おうかな。ん？まだまあまあ。ユニバ、ユニバ何発投げんの？いや、前な、誕生日に、ユニバと、うん、あと、グサハトミキラングサリと、俺が急上昇1位で、その時代するときに、うん、ライオン1匹投げてもらって、合計 75K 投げてもらったから、75K。 そうだから、そのままそっくり返すか、ちょっと色つけて、なんかギフトボックスにフラワーミラーとかも挟んで3個入れてやろうかなって。ああ、なるほどね。俺も横地にユニバ投げに行かんか、ああ、横地もユニバ投げなあかん。同業付き合いも大変やね、俺らもな。うん、結構大変。これ結構ね、金かかるからね、同業付き合いもね。そうそうそう。いや、 X さんの川下さんとみんなのおかげで
溜まった言うてて。土屋 3.7M でした。やば。3.7M だったの？いや、やけど、結局いろんなところで使ってるから。うん。3.7M えぐ。俺って日に取った時 2.6M やったもんな。12月3日。2.6M。あ、X さん、ハート運馬です。ありがとうございます。そして、土屋くん、1位、おめでとうございました。ありがとうございます。おかげさまで日刊入りました。ありがとうございます。今日日刊1位取ろうぜ。ゆうなちゃんっていう女の子1位だから。いや、お前。お前もうバグっとるやん、お前。本当に。ゆうなちゃん、ゆうなちゃんもね、誕生日だし、横地も誕生日なのに、お前、本当、友達なくすぞ、お前。俺は誕生日の時、プリコーに1位取られたんや。それは関係ないよ、別に。な、知らんわ、そんなの。移動ちゃうね。うん。ごちゃごちゃうるさいや、もう。X さんが来てくださったからこれ勝てる、うん、100%。なんでやろ、まあ、頼るな、ずっと。あ、じゃあ、で、4コラで、ちょっと待って、1回、ちょっと。うん、いいよ。土屋呼んでみるか。来ないと思うよ。そうやな。5分は来ないと思うね、12時5分は。やんな。30分ぐらいはやっぱあれじゃない、まあ、1回呼んでみるわ。まあまあまあ、うん。コラボ配信中ですって、もうコラボしてんだけど、誰と。あ、ほんとに？なんでもうコラボしてんの。ちょ見よう。いやー、よかった、日刊入れて。コラボ戦じゃないけどな。中途半端に行けない。いや、潜ってはってわかんないっすよね。川原さん、川原社長いらっしゃったら、あの、コメントしていただけると嬉しいっす。潜ってらっしゃったらね、わかんない。まず日刊危なかった。ほんとよかった。よかったね、とりあえずね。いやー。ここまで来て入れないのはね、きついからね、ほんとに。山ちゃん、ありがとう、日刊ね。ありがとう、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます、もう。いろんな人が協力してくれてね、入れたんで。うん、土屋呼んでみたけど。あ、横地にユニバ飛んでる。いや、辞退された。うん、横地も始まったな、これ。X さん。うん。川原社長が、いない。からじゃあ出よう、お前には興味ないビクトリー、うん、まあ飽きられたやもうもうまあ飽きられたんやお前はがめついウサギが諦めたんやお前もう私うっさうっさウサギちゃうですがめつくってすんませんもうお前会計だけ言うのちゃうんすよどこで俺はお会計したらいいんですか場所と時間を教えてくださいまずまずグループラインに招待してください。また先に。プロソロ、あの、代わりにね、あの、お金預かっとくからさ、領収書もらっていいよ、俺。なんでやねん。お前、経費で落とそうとすんなよ。領収書もらっていい。あかんで。税金を安く済まそうとすなよ、お前。領収書。接待交際費で領収書もらっていい。いや、プリンに渡しておいてじゃないんですよ。あ、じゃあちょっと受け取っか。玉ねぎスープとな、葵ちゃんかな。うん、そうやな。玉ねぎスープの、うん、上に現金添えて、うん、あ、現金でちょっともらった方がいいな振り込みよりも持ってこれる東京までうん。なんで俺現金渡しに行くためだけに東京まで行かなあかんの、うん、東京来れる絶対クレーン車で行ってやるわそこはもうだって300万でしょだったらもうちょっとやっぱ300万高すぎでしょ、うん、お前相当お世話になってるだろうん。X さんが土屋のとこ参加した私の欲しいお金いやお前めっちゃ持っとるやん、うんプロソロが呼んでるってことで、ちょっと一回呼ぶか。X さん最後の10分ぐらいずっといろんな配信行ってましたから、結局一体 X さんとこれだけのやと、もう僕はもう死ぼか。あ、日雇いさんお疲れ様でーす。日刊入りました、日雇いさん。ユニバー届きついて。ハートミキラン、ありがとうございます。日刊なんとか入りました、日雇いさん。ユーナちゃんにユニバー飛びすぎや。めっちゃ飛んでるね。すごいね。ああ、そう、あの、飛びすぎて土屋招待できへんねんけど。なんで？いや、土屋なんかさ、バグでさ、プラスボタン押しても出てこなくね。ちょっと俺も見てみよっか。土屋。出てこないんだよ。確かに。出てこないの？確かに出てないね、土屋ね。けど、あの、日刊から行ったらいけんねん。お疲れ様です、日雇いさん。日刊昨日入れました。ゆうなちゃんのほんまユニバーよっしゃやっと呼べるか。一回呼んでみるか。うん、ゆうなちゃん 414K 言ってんだけど、やばくない？やばくない ?9 分で。うん。土屋呼んでみた。うわ、横地大丈夫かな土屋おめでとう、土屋おめでとうお疲れ
本当にちょっとすみません、ありがとうございました。プリン将軍さんも正直今日一日を通して、うん、日韓が上位でもないですし、別にね、あんまりバトルも今日やらなかったし、一戦もね、で別にプリン将軍さんとバトルやろうっていうね、リスナーさんの空気にも一回もならなかったですし、正直あまり目立ってなかったんですけど。ちょ、お前さ、俺ユニバ投げたよね。何お前。そうなんですよ。喧嘩売ってんの最後まで聞いてください。手しゃばんなり。うん、ちゃんとユニバを一番最初に投げて。あ、そうね。うん、そう言ってそれ。うん。言ってってそれ。やっぱり、うん。プリン将軍さんも、うん。本当にいい人なんだと。なるほど、土屋。うん。いや、お疲れ、お前も頑張ったよ。で、土屋、さ、プロソロからはユニバー何個もらったの？続いて、プロソロさん。うん、うん、そうだな、そうだな。まあ、担当直入に言うと、うんうん、まあ、ユニバースの件に関して言わせていただくと、うん、おそらく、まあ、もう、投げれなかったんでしょうね。お金がなくて。あ、いや、この人、他の人に投げまくってます、最近。めっちゃ投げてるよ。いや、そんだけね、ようわからん人にいっぱい投げて、誕生日の土屋にユニバ一発投げれないわけないよ。まあ一回土屋ちょっと聞け。もうプリプリで黙って。嘘でしょお前。俺は、マジかお前。お前一回聞け、黙ってイベリコ喋んなお前。とりあえず、土屋との出会いは、今朝やな。昨日の朝方、お前がウーバーイーツでカレーつけ麺を頼んだ頃や。俺がラストバトルの相手に土屋を選んだ。そうすると、今まで敵やったはずの X さんが、めちゃくちゃ俺と土屋のバトルを盛り上げてくれた。そして俺がユニバ1個投げる以上にめちゃくちゃユニバもらってるはず。そして最後の最後まで X さんはめちゃくちゃ土屋のことを応援してくれて完全に完璧に1位にしてくれたと思う。 X さんを紹介したのは誰ですか？お前さ、でも紹介者としても X さんが行くか行かないの。そう、 X さんがやってくれただけで、なんで、うん、それは X さん、なんでお前の手柄みたいな言い方してんだよ。それおかしいだろ。待てお前、もうイベリコ喋んなお前。イベリコって言うな。好きやったらお前は楽しむぞお前は。とりあえず聞け。俺がじゃあな、朝方な、土屋とコラボしなかったらね、 X さんと出会えることはなかったかもしれないんだよ。あ、その点についてまずありがとうございます。まあ、とりあえずその X さんの件もそうなんですけど、僕がね、うん、今回ちょっと一番引っかかったことちょっと、いい？プリン。うん、何やねん。うん。まあ、その、まあ、このそれが100歩譲って、うん、まあ、指輪を投げなかったと。で、うん、で、X さん俺紹介したからいいだろっていう、まあ、そこまではまだいいんじゃないですか。まあ、ちょっと怪しいけどね。まあまあ、100歩譲ったらね。うん。一番悪かったのが、うん、その後、ね、もともとスミカさん僕にユニバースを投げてたんですけど、うん、さらにプロソノの分までスミカさんに投げさせてました。最低。投げさせてましたじゃなくて、それは違う。それは違う。お前さ、俺のことセコいセコい言ってたけど、お前の方がセコいよ。違う。これな、俺はちゃんと、こいつ。マジでありがとうございます。何何何何どうした？いや、だから、お二人はね、ちゃんと。先生、何が来たんやって今。お二人は、お二人はじゃなくて、お前、ちょっと一回聞け。お前な、俺が、まあ、エンタメでバラとか猫の手とか投げて、これどうやって責任取るんですか、スミカちゃんって。なんかスミカちゃん煽ってたな、お前な。見てたぞ、画録も登ってる。うん。お前はやばい。ほんで、一番やばいのは、俺の誕生日8月25日やったんやけど、土屋は来てくれなかった。これに。知らなかったんだよ。知らなかった。嘘つくな、お前。なあ。嘘つくなよお前。知らなかった。土屋言ってなかった。わかった。マジで知らなかった。土屋言ってなかった。わると今日それ言われたの。今日それ言われたの。8月に。そうなんだ。完璧に究極の解決策を俺が導いた。俺と土屋、お互いにユニバ今から投げよ。なんでやねん。俺に完璧や。なんでやねん。俺の誕生日に土屋は投げなかった。俺も土屋の誕生日に投げなかった。じゃあお互いにユニバが一個ずつ足りてないよね。じゃあお互いにユニバを投げる、うん、ね。間取って俺に投げよう、二人。関係ないやろ、それは。間取って俺に一個ずつ投げよう。したら丸く収まる。めちゃくちゃ丸く収まる。もう間取ろうぜ、それは。まあ、11月でね、日課投げて。俺はプロソロの誕生日にも土屋の誕生日にもユニバ投げてるでしょ。いや、わかったわ。そら、もう、えはいはいはい、もういい、もう、ラチ開かないから、ね。間取ってな、俺に。プリン揉めるから、わかった、行くよ。うん、それが丸く収まるよね。俺が一番収まりがいい。俺がプロソロに投げるじゃん。うん。そら、プロソロがプリン投げて、プリンが俺に投げて一番収まる。なんで俺巻き込まれて、なんで俺巻き込まれたんだよ。うん、なんで俺巻き込まれてんの？お前だけ投げてないな。うん、あ、しかもお前投げてない。お前やばいな、お前。お前気づいた、今気づいた、お前やばいな、じゃないか。なんでお前だけ投げてないんだよ。ああ、ポンって動かしてみたけど、俺と振りかけどうするな、お前。
損しとるやんけ、お前。お前や、うるさいな。ふざけんなよ、お前。なんでやねん、お前。ごちゃごちゃうるさいから、誰か入ってきようとしてんの？誰か呼んでる？エマちゃん来てるけど。あ、じゃあ、エマタソ読んで一回呼んでるやん、ほんなら。エマ。お疲れーす。今、本当にエマさんの、本当にギフトのおかげもありまして、無事、1位でした。ありがとうございます。あ、やっぱ、エマちゃんもちゃんと投げてるね。うん。プロソルだけは投げてないのは。だって、この頃さ、本当に、エマなんてあんまりね、コラボもしてなかったのにも、関わらず、わざわざ俺の配信、やめてまでって言ったらあれかもしれないけど、来て、バカンと投げて、言ってましたからね。優しいなぁ。今もうリスナーさんたちが言ってますわ。プロソロ本当にやばいってマジで。やばいなぁ、プロソロ。じゃあ、あとは、その俺が、その地投げで1位を取るって宣言した時に、リスナーの心にも俺火つけさせたから。ユニバ1個で、ね、価値があると思ったら大間違いですよ、土屋くん。俺は様々な形で土屋くんを1位にするために、いろんな煽り方をしたわけよ。その点について、プロソロ、ありがとうや。例えば、だ言ったやん、さっきのその地投げの件もそうや。わかる？俺が負けたら地投げするかもしれへんっていうことによって、やべ、土屋のリスナーさんは、うわべ、プロソロの地投げくれやったらもっと投げな、土屋1位にさせられへんかもって一瞬焦って。そう。結局ちょっと、でも結局ちょっとしれっとしたのはやったでしょ、正直。でも諦めたんでしょ？あ、無理だ、これは。ちょっといい？一言いい？いいよ、いいよ。最後の最後まで、ここで俺が日課1になったらおもろいって、X さんとか河原社長に言ってました。プロソロ、俺ニコラスだけど。本気で願ってた。うん、本当に言ってた。うん、30秒で、止まなくて、これマジおもろい。マジおもろいっすって言ってた。ずっと言ってました。半分本気で言ってた。はい。本気で言ってました、この人。ワンチャンさんフォローしてる。いやけど、ワンチャンほんまいけるからね。まあまあまあ。おい、ちょ、お前ら全員黙って聞け。土屋のモデのおはぎさんが言うてくれてます。今日は土屋がお世話になりました。コラボありがとうございます。本当に、プロソロさん、すごかったです。最後の一言絶対ないだろ。うん、ないだろ、お前。お前メンタリストか。お前メンタリストけな。付け加えんの最後の弟子か。ダメだ。大体わかるでしょ、それは。なかったの。いやけど。でも本当に、マジで、もうやっぱさ、全配信者がさ、こう油断をさせなかったんだよ。いや、トードリさんマジやばい。トードリさんも、激アツやろ、その中で1位取れたのはね、本当に。確かに、トードリさんやばいよ。ちょっとマジ価値あるわ。やろ。ただ、もちろんさ、これをさ、今後ストーリーとか上げていきたいんだけどさ、この3位の。おはぎさん、こちらこそおはぎさん、ありがとうございます。なんでなんで？はい。いや、この3位の薬不足感が否めないのよ。これ何なのこれ見て。お前もう薬不足って言っちゃってるけど、お前 3.7M で1位やったな。俺、4M で1位やったよ。ハロウィンの時に。サチューさん、こんにちは。お前の前はこういうのやるのよ、マジで。お前、薬不足って言ってるけど、お前、まあ、カレーつけ麺食いながらユニバもらっとったやろ、お前、X さんから。SP さんからも。サチューさん、あと見てる。ユニバ食ってる時はもらってませんけど、まだ。SP さんからもらってない？うん。ユニバの、まだラーメンの時はね、もうこうなってるから絶対なってないの。はい？おはぎさん、ありがとうございます。もうちょっとごちゃごちゃ。アイさん、ハートミキナン。アイさん、お前は最高のパートナーや。ほら、ちょ、やんないから。ちょ、とりあえず3人でやって。もう一人入れて。うん、じゃあね。はい。とりあえずごめん、弱い人ってやる。おめでとう。いや、別にお前もそんな強くね。弱い人やりたくないから。ハートミキナン。腹立つ男やで、こいつ。だけ。お前、いたの誰かよ。え、俺その応援ってないらしいよ。ちゃんと応援って、4コイン投げてきたよ、4コイン。4コイン?4 コイン。うん。ちょっと、ゆうなちゃんに誕生日おめでとうって言ってくるか。まあ、土屋も来てないんだったらしょうがないな。まあ、土屋が誕生日来てないんだったらしょうがない。ゆうなちゃんを呼んで、俺がサブアカで誕生日おめでとうって投げよう。ありがとうね。逆にね。うん。ゆうなちゃん来るかな、でも。今呼んでみて。まあ、ちょっと今盛り上がってそうだからどう。ありがとう、あとみ。ねえ、モデ、サブアカだから、ほんまにフォローしてっていう定義流して。どこ来るか来ないか。ゆうなちゃんもう一回呼んでみようか。誕生日ボーイと誕生日ガールを。ガール呼んでみる？お、来た来た。お。ゆうなちゃん。おめでとう。ありがとうございます。プロソロが10発投げるってユニバー。いや、10発は投げへんけど、サッカーとかプレゼント。この後。ちょっとするためにチャージします。さあ、全員。お10発だと何コインチャージ？負けられない戦いがここにある。みんなスタートダッシュだからね。頑張ろう。
じゃ誰か回しといて、今、チャージしてるから、俺。さあ、みんなタップにお願いします。いや、けど、お前がここで投げたらさ、意味ないやん。お前、負けねえやん、俺ら。だからこっちのチームに。大負けするやん。なんやねん、お前。じゃあ、俺はただ単に、ゆうなちゃんの誕生日を祝いたいがために。だったら、チームさ、別にすればよかったな。なんでやねん、なんで自分で投げてる。なんでお前、うん、ふざけんなよ、なんか。悔しかったら、地投げしてみろ。地投げやん、それ。もう地投げみたいなもんやん、それ。パイナップルつけてた。やばいな、こいつ。あ、ゆうなちゃんごめんな。一回ちょっと宝箱をちょっと開けてみるな。うん。開けてみるな。ママ宝箱、お前、人の宝箱ゼロやないげ。宝箱開けるな、お前。金ないのに、マジで。リスナーさんにあげろ、それは。なんでお前が開けとんだよ。金ないねん、俺は。金ないねんじゃねえんだよ、お前。ふざけんな。ちょっと待ってな。なんかギフトボックスにな、うん、フラワーミラーとかそういうちっちゃいやつ作れてちょっと投げようと思ってるから。いや、ユニバ3つや。いや、金ないねん。ユニバ3つ、面会何お前そんな偽装工作しとんねん、お前。いやいや、ほんまに今最近金ないねん。どうしようかな、マジで金ないな。なんでそんな、なんでそんな稼いでてなくなんだよ。意味わかんないけど、逆に。いや、ほんまに俺自身も知りたいよ。なんで俺が一番わかんないんだ。本当に。まあ俺はなんとなくわかるけどね。え、なんやと思う。いやだってお前ね、オフ会の時も変にギフト投げたりとかさ。そうそうそう、 ああいうことも積み重ねやって、絶対。そう、お酒飲むと絶対ダメなの俺。気分でね、そうやっちゃう。ナイスの君、ナイスケース、ケース、ナイス、ありがとう。さあみんなタップね、お願いします。6人、6バラ、お願いします。タップタップタップバラバラバラ、タップ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 、うん、大丈夫。さあ6人ね、さあ6人いけるかといったらお願いします。ワイさん、ワイさん、ワイさん、ちょっとバラマナイズ、ピーちゃん、ボッキーゲーマシーマさあ、あと1人ね、あと1人バラいけるかといったらお願いします。あと1人、あと1人、オッケー、クリア。さあみんな2倍バラマありがとう、セツコちゃんバラマありがとう、2倍よ。さあみんな2倍や、2倍にいけるかといったシュードンさん、限定花火ナイス。シュードンさんナイス、ありがとう。やば、主婦とさん、ありがとうございます。限定花火。ハグ、ハグないよ。チケットありがとう。旅行チケットナイス、チケットナイス、チケットナイス、チケットナイス。主婦とさん、チケットナイス。ハリー、おっとっぷりー。ハッピーちゃん、花火、きれい。ありがとう。優しいな、主婦とさん、ありがとうございます。ありがとう。みんなに投げたんかな、主婦とさん、ありがとうございます。優しいな。プリン、後でさ、俺がグループラインでめちゃくちゃ言われてるらしいから、スクショして俺に送ってくれ。何にもないっす。嫌です。お前、分かった。じゃあプリンにもエマタソにも投げてあげるから。主婦どうぞ、ありがとうございます。何でした今。何投げてくれんの、ユニバー、マジか。キバナ、ありがとうございます。投げてあげる、ちゃんと。ありがとう、マメ。とか言って、お前バラじゃないの、どうせ。バラです。ほら、もうしょうもな。しょうもな。私にも投げます。え、しょうもないこいつ。ギフトボックスでバラ3つ、いや、いや、普通にバラ1本だけ。まあ、1000個以上、1000個以上じゃ足りないよね、ギフトボックスは。さすがに。そうそうそう。そうやね、猫の、猫なしだ。で、ゆうなちゃんには、はい、プロソロ2個つって。ね、エマちゃんケチだね、プロソロ。お金ないから。ほんとケチだな。煽ってんの俺のこと、お前。だって他の人にはね、めっちゃ投げてんの。プリン、お前俺のこと煽ってんの。いや、煽ってんのってことって、他の人にもね、なんかね、フォローしてくれたユニバーとかなんか言って、全然投げたりとか。プロソロさん、ポッキー。ポッキーって。いや、ポッキーって。金ないんじゃ。プロソロ、フォロー。ポッキーって。フォローするからユニバ投げて。ナイス。なんでやん。ナイス、ありがとう。やってたやん、この間それなんか。ギブアンドテイクが、フォローするからユニバ。だから、ないんですから。たくみちゃんのバーでやってなかったっけな。あー、遠藤さんからの。遠藤さんとか。価値あるからね。いや、エマタスはサブアカも。そうだよね、修道さんおっしゃってるわ。俺みたいにみんなに投げないとねって言ってるわ、修道さん。ちゃんとプリンにも投げたし、エマタスにも投げたし、ユナちゃんにも投げましたけど。バラをね。お、じゃあ修道勝負しようか、残り20秒で俺に勝てんねやろな、お前。いやいや、そんなこと言うな。なんで修道さんおるんだ、お前。意味わからんやん。お前、もらったんじゃないの、限定花火。お前、行かれてるな、ほんとに。お前、限定花火、今のもらった。ございますやろ、マジで。怖そうだった。何煽っとんの。来いよ、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 プリンさん、はい、来ない、来ない、来ない。やす、来ます。パン、ナイス、ありがとう。こいつ、シュさん、ヒバナ。やば。ナイス。え、待って、待って、プロス。やばいよ、お前。何食ったこれ。わ
プリン将軍とエムより負けてるよ。わあ、確かにプロソラ負けてるな。ねえ、負けてるよ。おお、すごい。プロソラさん、ありがとう。ダルブルとか、お前、マジ。うわ、強いよ。お前、すごい。うわー、すごいね。ライオンとユニバー？紙吹雪、ライオンユニバー。限定火花みたいなのと、ライオンとユニバー。うん、やば一応80ゲーム分ぐらいは投げたから、あの前75ゲーム応援してもらったから、それ以上は投げなあかんと思う、うん、ありがとうございます。みなちゃん嬉しい、ちゃんとあの、ね、プラスして返したからね。うん、あとでおめでとうな。勝ててよかったね。ねえ、やっぱりそうね。はい、じゃあ敗者、ね、なんか今ちゃん納得なとか納得じゃないね。はい、ミュートです。はい、1位は主婦堂さん、愛してます。うん、まありがとうございます。じゃあポンタもマックもみんなまとめて、不動産ありがとうございます。すいません、 MVP のありがとうございます。アスリありがとう、豊永さんありがとうございます。広島さんありがとうございます。ありがとう、佐藤さんありがとう、向いててありがとう、向いてて、須藤さんにパスで、みんな須藤さんにパスですね。たまちゃんありがとう、土中ありがとう、兄ありがとう、ぼっちありがとう、みんなイネタプラオフの方もありがとう、見ててありがとう、見ててナイス。ありがとう、おめでとうがいつもよりも早いね。いいね、いいね。てか、明日から縦部か。嫌やな。え、明日から縦部、うん、明日から縦部ですよ。まず24からってことか、そしたら。そう、24の。やばいね。また縦部か。めちゃくちゃ嫌やな。縦部きついよな、ほんとに。日韓も入りづらいし。ほら、ありがとう。きついな、縦部。よし、どうしよっか。ゆなちゃん。字幕戻る？それか、また4コラする？どっちでもいいよ。一回字幕戻ります。うん、オッケー。ありがとうございました。はーい、ありがとう。失礼します。はい、ありがとう。で、横地呼びたいのよ。そうだな、横地。で、横地呼んで、俺またユニバ投げなきゃいけないから。あ、いえ。ここで投げるんや。あはん。俺、ね、ブラザラ、エマにも。ブラザラ、俺にも。黙れ、喋んな、メガネ。椅子が盛りやしょ。うん、ユニバーお願い。お願い。ブロソロさん。歯磨いてごらん、ロス。お願い。いや、歯めっちゃ磨いてるよ。虫歯ないよ、俺。お願い、ブロソロ。お願い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 、ブロソロさん。お願い、ブロソロ。横地、4コラ。4コラ来てる。手で終わったら、マジで、ショウダさん。おー、全然全然来たよ、ね。いつでも全然。うん。横地4コラ来て、オッケー、4コラ行くわ。プロソロお願い。プロソロお願い。お願い。じゃあもうライオンでいいよ。おまけな。ライオンでいい、ライオンでいい。おまけね。ライオンでいいよ。お前らうるさいな、ほんまに。ほんまにそんなに、もっとお前可愛く寝られ。さっきのはさすがに嘘は普通に。だってさ、自分にライオン10頭投げられるのにさ、なんで俺らに1頭ずつ投げられんの。さっきのはさすがにうぜ。うん、マジでねえ、さえねえ、また上がったよ、ね、ちょっとチャージする金額を調整するから、うん、マジでさっきのは気分悪い。そうだよね、だってね、ねえ、これはどうやったら呼べんねん。バラと猫の手ね、投げられてな。そうよ。で、それでさ、その女の子に投げてさ、うん、はって感じだもん。横地俺呼ぼうか。あ、横地今呼べたかも。あ、ほんと？マジで？お疲れ。あ、横地おめでとう。ありがとう。おめでとうや。おめでとう。素晴らしい。ありがとう。よくプロソロがね、ユニバ10発くれるって盛り上がってる。10発は無理だ。最近儲かってるから。いやいやいや、10発は無理だ。とんでもなく強いからね。うん、いや、そんなことだよ。全然、全然、全然。さあ、横地一緒に組もうぜ。よし、さあ行くぞ、みんな。スタミナちょっと頼む。マジ消えないぞ。え？滋賀の焼肉屋？滋賀？滋賀？滋賀行くこれ。ありがとう。滋賀は遠いな。アジさんのハート東京がいいな。タメタプタプね、タプタプ。さあみんなタプタプね。さあ。はい、皆さん、スピチャー山でね、タップスクリーンでお願いします。初バトルです。皆さん、初バトル。頑張っていくぞ。ピタピ。うん。何やねん。誕生日おめでとう。ありがとう、お前。クンさん、ありがとう。馬じゃねえんだよ、お前。またそう、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 またそう。ハート付けましたよ。ああ、もうきつっ。ケチってるわ。せっかく俺が投げたのに反応してくれへんって、どんな気持ちやねん。ケチったよね。ねえ、そう、ライオンだよ。ねえ。ねえ。何さっきの、クソうざかったんだけど。舐めてんのか。俺と横地がやばいってこと、お前舐めてんのか。じゃあまあまあ、そう、じゃあもう、はやぶさでいいわ。じゃあもう最悪。早ぶさで言っとったらもう黙らしたけど。マジで気分悪い。そうだよね、今ちゃんね。最低はやぶさやな、これは。最低はやぶさ。早くお願いしろ、それ。すごい空気悪いじゃん。おい、聞けよ。早くお願いしろ、お前。だから聞いてっつってんだよ。
あらさらさ、可愛い子お願いしろよ。だからそろそろさん、はやぶさください。そろそろさん、ユニバとライオンください。そろそろさん、TikTok スターズとユニバ2個の、プレゼントボックス。うわー、やばやばー、やばー、やばー、ありがとう、マジありがとう、えぐー、なんでもおめでとう、ありがとう、プラチャロプラチャロ、来いよ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 、プリン、まあ、来ない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 、よこせ、言いましたよ。うん、お前二桁やけどな、お疲れ。お前自身二桁やけど、俺一回地投げしちゃうと止まんねえんだけど、知ってる知ってる、それは知ってる、俺も。うん、見てきた見てきた、いっぱい見てきた、よし、よこせな、頼むよ。国吉さん、国吉さん、お疲れ様です。さあ、三人で、さあ、三人バラいける方いたらお願いします。さあ、三人ね、バラいける方いたらお願いします。さあ、誰かバラいけるかな。修道さん、バラもありがとう。OK、クリア、みんなありがとう。ナイス。一発目のバトル、みんな。あ、でも、打ちちゃいましょう、皆さん。2倍。ありがとう。さあ、みんな2倍で2倍。みんな2倍や。さあ、2倍ね、いける方いたら2倍お願いします。20秒で2倍や、2倍や。誕生日のが強いね、やっぱり。修道さん、来てたらナイス。ありがとう。横地の犬さんのプレゼントです。ありがとう。横地の犬さん。やばい。ありがとうな、横地の犬。豪華客。ありがとう。こちらこそだ。あい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 。ありがとう。あ、横地。誕生日はな、それは強いわな。横地なんでハグしちゃ、ナイス、ありがとう。横地さ、実際さ、今日さ、1位といけそう。いやどうなんだろうね。でも、ゆうなちゃんめっちゃ強い。ゆうなちゃんもなんか手ごわそうだよね。ゆうなちゃんもう 929.9K 飛んでんだよ。めちゃくちゃ強いじゃん。やばいし。やばいな。誕生日があるよ。いいです、ありがとう。カメオブキありがとう。とりあえず、横地俺の誕生日ね、投げに来てくれたし、な、返したわ。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに。土屋には、バラ4本しか投げんかったけど、あいつ俺の誕生日だから。それ言ってた、土屋が。土屋が言ってた、それ。そりゃそうでしょ。あ、もう結構分かりました。さあ、ハートミーレベル23、おめでとう。残り1分。さあ、残り1分ね、みんな残り1分。ゆうなちゃん強すぎない、ちょっと。ゆうなちゃんやばいな、マジで。やばいな。うん。さあ残りシラスもでも強いな、30シャドステップ、うん、軍曹、軍曹おやすみ、ありがとうね、軍曹、30秒軍曹おやすみ、行くか、ありがとう、ラストね、ラスト頼むよ。ちょっとユニバ投げるタイミング早すぎたな。いや暇すんなよ。ちょっともうきついな、これはな。暇けど、あれや、差し込みやとなんか来るかもって、悟るけどさ。100件いっちゃうから。訳わからん時に投げられるとびっくりするだろ。いや、まあ確かにね。確かに。さっきちゃん前だったからね。そうそうそう。さあ、残り27秒。さあ。みんな、食べたもん。まあまあ、プリン将軍もね、まあ、目の当たりでね、プロスロが投げてんの見てるかも来てくれるだろうけどね、まあまあまあ。まあ、それは行かなきゃダメだよな。ほら、ちょっとな、24時間予定入ってんだよな。いや、こっちで。携帯開けねえかもしれないわ。いやね。その開いてるスマホでやれや、じゃあ。サバーかねえんだよ、全然。ちょ、え？やば。何うーわ、飛ばへ来た。わー、飛ばへ、ありがとう。やば。あれ、飛ばへ、50レベルの。そう。もらったことないわ、俺。すご。はい、おめでとう。感謝です。横地の犬、ありがとう、フォロー返したぞ。豆大福もハチもマックもみんなまとめて、ユウさんも愛してるぜ。ナイス、プロソフト。ナナちゃんありがとう。リールさんありがとう。グンさんありがとう。横地の犬ありがとう。カエルさんありがとう。シューロさんありがとう。みんな入れたっぷ、ナイス、みんなありがとう。おパンチもありがとう。モッサンを、モッサンお帰り、モッサン。さあみんな、日韓6位頑張っていこう、ちょっと。できる限りね。横地一回自枠戻る？自宅戻ろうかな。オッケー、ありがとう。またな。頑張るわ。頑張って。ありがとう。はいはい。ありがとう。あ、エマタスちゃんもありがとう。そろそろ、投げようか。ねえ、もらってないよね。いや、せがむな。お前別に誕生日ちゃうやんけ。
え、ちなみに、え、あれかな、エマタソって俺の誕生日投げに来てくれたっけ。な、は、投げたよね、プリンス。見てよ、ね、エマタソの誕生日いつ投げに行くわ。はい。おーい。え、また誕生日だけな。だから、プロソロ、今投げてって言ってんの。なんで今やねん。てか、前めっちゃ投げたやんか、お前に。ライオンでいいや、ライオン。いや、知らねえ。お前の誕生日投げたの。ユニバー投げてたね、ユニバース、上で。あ、ゆうなちゃんが誕生日やっていうのと、あと、横地も誕生日やったからユニバー投げた。うん。私も今日誕生日。嘘つけ、9月1日やろが。ユニバー投げて。みーもちゃんと同じやろが。あら、ユニバー投げて、おめでとう。おめでとうじゃないね。みんなユニバー投げてください。俺も今日。